小林健太郎解任、中山康で防衛副大臣がユダヤに通報過去にコントの中でホロコーストをネタにしたとしてオリンピックの開会式のショーディレクターを務めていた小林賢太郎さんが解任されました小林さんは次のような謝罪文を公表しました私は元コメディアンで引退後の今は エンターテイメントに裏方として携わっております。かつて私が書いたコントのセリフの中に、不適切な表現があったというご指摘をいただきました。確かにご指摘の通り、1998年に発売された若手芸人を紹介するビデオソフトの中で、私が書いたコントのセリフに、極めて不謹慎な表現が含まれていました。ご指摘を受け、当時のことを思い返しました。 思うように人を笑わせなくて、浅はかに人の気を引こうとしていた頃だと思います。その後、自分でも良くないと思い、考えを改めて人を傷つけない笑いを目指すようになってきました。人を楽しませる仕事の自分が人に不快な思いをさせることはあってはならないことです。当時の自分の愚かな言葉選びが間違いだったということを理解し、反省しています。 不快に思われた方々にお詫びを申し上げます。申し訳ありませんでした。先ほど組織委員会から省ディレクター会任のご連絡をいただきました。これまでこの地点に携わらせていただいたことに感謝いたしますとなっておりまして。この問題について菅首相は言語道断で全く受け入れることはできないと批判いたしました。さらにこの問題を 中山安井で防衛副大臣がユダヤ系の団体に通報した問題で、組織委員会の橋本会長は、情報共有が不足していると苦言を呈しました。この中山副大臣の通報内容を見てしまいますと、宗教的な表現も使われておりますので、まあ、こちら、 さらなる問題に発展する可能性もございますが、この中山防衛副大臣、先日もイスラエルとパレスチナの衝突に関して、日本政府は中立の立場を取っているにもかかわらず、そのような立場を維持せず、イスラエルに肩入れしており、今回もイスラエル側に立った対応を取っておりますので、政府の一員が このような対応で大丈夫なのかと現在批判が殺到しております。この中山防衛副大臣をこのまま放置してしまいますと日本の中東外交に悪影響が出てしまう可能性もございますので日本政府にはこの中山防衛副大臣の今後の仕送に関しても検討していただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。